昨日が2対2の引き分け、今日はここまでジャイアンツが2対0とリードしています。8回に入ります。マウンド上に石井投手が上がっています。西川がそのままセカンドに入りましたか。で、杉谷がサードに行きました。で、ショートに中島です。石井投手も実戦登板久しぶりですね。になりますね、はい、名護の広島とのゲームで1イニング投げて、それ以来です。ちょっと空いてますね。空いてますね。まあ、ただマウンドに上がった時の安定感っていうのは、はい、まあ、ずっとありますけどね、はい、ちゃんとベンチが計算できるピッチャーいますけどもね、はい、プラス石井投手がね、先発ピッチャーをも楽にする、うん、はい、そのブルペン陣をも潤滑に楽にする役割としてすごく重要だと思ってるんですよ、はい。まあ、その辺の鈍痛っていうのはね、もう日常生活まで憂鬱にしますから ね、 ですね、はい、世界しないと飛行機に乗れないというので、はい、移動ができないんで、そういう処置をしたそうですけど、完全に詰まってます。もう切開して出してしまわなきゃいけないんですね。そういうことですね、はい、はい。まあ、この時期ですから、まあ、今調整がというよりも開幕に間に合えばという部分がありますからね、まあ、そう慌てることはないでしょうけどね、はい、まあ、炎症を生んでるわけですから ね、 ですよね、多分。まあ、逆に言うと、まあ、この時期、まあ、でまだ良かったかなって感じですかね。そうですよ、はい、もうちょっと進んでたらね、ややこしかったですもんね、ひどくなると、はい、本当に歩行や、はい、まあ、ジョギングなんて、はいはい、振動でも痛いって言いますから ね、 ですもんね。サードの正面、サードは杉谷に変わっています。あ、やっぱり相変わらずの石井投手の安定感ですか。いや、本当そうですよ。圧倒的に追い込んで、はい、最後はもうバットを出させるだけでしたから ね、 で、 ね、はい、まあ、でもバッティングも良かったですけど ね、 かったですけどね、はい、正面に行っただけで、うん、松本のバッティングも非常にいいですもんね。シャープですよ、はい、はい、2アウトを取りました。さあ、インゼンです。バッターボックスは今日初めてです。まあ、インゼン選手あたりものイースタンでは非常にね、はい、いい成績残すんですけどね。そうですね、上に上がってきた時の差がちょっとありますが、昨年のイースタンの首位打者、これもセカンド正面だ。素晴らしい内容ですね。ですね、はい、安定感抜群、抜群です。今日も素晴らしいピッチングの石井投手、3人で片付けています。